寒風山登山道です。 UFO ライン通行止め。今から寒風山に登山に行きたいと思います。熊の目撃情報。ここはとりあえず桑瀬峠で天の川撮影を行いたいと思います。真っ暗で何も見えない。登山もそろそろ上着が必要ないかもしれない。早速難所。明かりがないのでよく分からんけど、ここが一番の難所です。なんか重いのか熱い。石津登山道の父親は相当寒かったんやけど、やっぱり標高が違うからかな。っていうか暗すぎて何も見えん。チェックポイント到着。桑瀬峠まであと25分。明るくて見えん。ちょうど24分500メートル、1311メートル。3時には桑瀬峠に到着予定。さあ先に進む。だいぶ上まで上がってきました。笹がすごい。視界が一気に広げた。これ星かな。分かりづらい。ビデオカメラやったら何も見えん。さあ桑瀬峠到着。とりあえず明るくなるまでの1時間星空撮影を。現在天の川撮影中。ビデオカメラでは何も映らない。星が映った。はい、うっすらと夜が明けてきました。天の川撮影も終わったので寒風山を目指したいと思います。はい、現在夜明け前の桑瀬峠。今から寒風山を目指します。寒風山までは7時間20分。笹ヶ峰までは2時間50分。出発。山っぽ再起動するの忘れた。再開。寒風山トンネルの近くの街灯ですね。寒風山登山口 UFO ラインへの曲がる道ですね。近く先を進みます。遠くに見えるのは石津さんかな。そこら辺が伊予富士かな。目指すのはあそこ、寒風山。やっぱり雪がないと。やっぱり雪がなかったら歩きやすいですね。雪はないけど笹で歩きづらい。さて、以前も登ったことのある梯子登り。さあ前と比べたら荷物も減ってるんで登りやすいかなとは。よいしょ。夜が明けて鳥の鳴き声も聞こえてき始めた。
何の鳥かな。知ってる人いてたら教えて。さあ、だいぶ明るくなってきました。ところどころにまだ雪が残っとる。こっちは雪が残っとるかな。さて、また階段。階段じゃなくてはしご。慎重に登ります。お、199.99。 1999年9月9日。夜明け前は、はい、またはしご。はしごで登る道が続きます。だいぶ明るくなってきた。寒風山登山口への道と UFO ラインの道も見えます。あ、向こうの方は雲海になっとるね。ガスが溜まっとる。あー、綺麗。道はこっちやけど、ここの上上がってちょっと写真撮っとこうかな。はい、絶景。山まであと35分。ここは前回残雪がめっちゃ残っとったとこ。さすがにもう雪はないか。下りのはしごがあります。ここは、はい、もう雪ないっすね。はい、難なく突破。それでもあそこにまだ雪が残っとる。ちょうど北側になるんかな。よいしょ。おお、滑る滑る。気をつけて。現在5時16分。日の出が綺麗に見えます。もうちょっと見晴らしのいいところが良かった。さあ、上を目指す。とりあえず見晴らしのいいところに出てきたので写真撮影しよっと。遠くの方でガスが溜まっとる。なんかええ景色。先へ進む。少しで寒風山の山頂、瀬戸内海側が見えるようになりました。煙って見づらいかな。まあ、山頂から撮影しよう。山頂じゃないけど、ちょっとガスがかかって見づらい。スモッグかなこれ。天気はいいです。はい、寒風山の山頂到着。1763メートル。
見晴らしいです。笹神野の方は雪が残っとる。さあ写真撮影を行おう。